石毛伊藤は昨日のミスを徹底確認。辻はロングティー、正念場に鬼気迫る形相で立ち向かうライオンズナイン。その気迫がホークスのミスを呼び込みました。1点をリードされた1回裏、ランナー2人を置いて田辺のこの当たり、ライトとセンターが交錯してボールは点々、月に恵まれ2対1と逆転に成功します。3回には佐々木がこの一振り、3試合連続となる15号ソロホームラン。これで3対1と2点をリードすると、ライオンズのマウンドを守る工藤もみなぎる気迫では負けません。納得いかない判定にはこの表情で猛抗議。一球にかける執念をぶつければ、5回に迎えた2アウト満塁のピンチもトラクスラーをスライダーで三振に打ち取り、エースの力を存分に見せつけます。その裏にはこの回トップの辻がフェアで特訓の成果をしっかり出して出塁すると、バッターはまたもや佐々木。今度は打った瞬間文句なし、夜空に連夜の16号アーチをかけ、これまで3敗を許していた天敵吉田豊彦をノックアウトしました。満塁のピンチを抜ければスイスイいけると思ったという工藤は、6回以降はほぼ完璧なピッチング、表情もいつしか余裕の笑顔に変わっていきます。工藤はこのまま143球10奪三振の力投で完投。またもエースが土俵際でチームを救いました。コーチが言いました、200に星を落としたチームが脱落していくと。その負けてはいけないマリンズ相手にライオンズの先発小野は初回ミューレンの特大ホームランを浴び、これで5試合連続先制点を許す嫌なスタートを切ります。2回にも5番初芝にこの一発、こちらも打った瞬間文句なしの12号ソロ、早くも3対0と大きなリードを奪われますが、この流れをプロ入り初の優勝を夢見るこの男が変えます。3回佐々木が2点タイムリーヒット、すかさず1点差に詰め寄ると、続くは4番清原、出ました21号逆転ツーランホームラン。後半戦7本中6本がライトスタンドと、今日もテクニシャンぶりを発揮する一振りで見事逆転に成功です。さらに4回には1塁のチャンスにもタイムリーヒットで今日3打点目、6対3として完全にライオンズペースに持ち込めば、6回には試合を決める猛打爆発です。9番田辺がバックスクリーン横へ6号ソロ、さらにチャンスでマリーンズ戦5割の打率を誇る相性抜群の阿部が2点タイムリー、この回4点、結局16安打11点の猛攻でライオンズまずは手堅く白星ゲットです。キラブは天敵ですが、今日は下位打線が捕まえます。2点を追う2回、ワンアウト満塁のチャンスに奈良原、自分には変化球はないだろうと読んで待ち構えていたストレートを完璧に捉えました。走者一掃のツーベースヒット、西武3対2とたちまち逆転です。さらに同点に追いつかれた4回には先頭の6番田辺、ワンアウト2塁となって伊藤、ミラブの鋭いフォークボールによくついていきました。西武またも下位打線のバットで4対3とロッテを突き放します。投手陣の立ち直りが優勝への絶対条件と強調する森監督ですが、今日もその希望が薄く砕かれてしまいます。先発村田のスカウトの後、2人目の塩崎が山下に伝家の宝刀シンカーをあっさり捉えられます。スリーランホームランで西武6対4と試合をひっくり返されます。3人目のルーキー石井隆もベンチの期待には応えられず、火に油を注いだだけ。7回には一挙7点を奪われ完全にギブアップです。森監督、最後は調子を落としてこのところ出番の少ない加藤を試験登板させますが、加藤も不調のメドが立ちません。西武は14対5で大敗、西武にとっては優勝戦線生き残りの課題をまたまたと見せつけられたゲームでした。5回の危機に救世主は現れるか。西武先発の石井武弘は昨日車で追突され首を痛めた渡辺久保に代わってのマウンドです。もう2ヶ月近く勝ち星のない石井は立ち上がりやや自信のないピッチング。1回ロッテ2番の樋口にヒットを許しますが、その樋口が2塁を配ってタッチアウト、石井に救われます。石井は続くホールにもセンターへ弾き返されますが、今度は盗塁でタッチアウト。ロッテのまずい攻めにも助けられ、石井不安いっぱいの立ち上がりを切り抜けます。西武打線は中4日で登板の石井を楽にしてあげようと最初から爆発します。1回先頭の辻がロッテ先発川本のカーブをうまく捉えて出塁、送りバントで辻を2塁に進め頼りになる3番佐々木、スライダーにタイミングぴったり、西武先制です。なおも4番清原、前で佐々木が打つと燃えるという清原、長いリーチでカーブをうまく成し取りました。3試合連続の23号ツーランホームラン、主軸2人のバットで石井に3点をプレゼントです。3回にも1点を加えた西武、4回先頭の辻、続く奈良原もストレートに力負けしません。
佐々木フォアボールで満塁となって川本をノックアウト。4番はしっかり気を良くしている清原。変わった平沼の初球シュートを完璧に捉えます。清原の今シーズン3回目の1試合で2本のホームランは満塁。西武8対0と試合を決めます。大量点に守られ気楽になった石井ですが、6回先頭の平井に大きなツーベースヒットを許し、続く樋口にフォアボールを与えると、森監督あっさり石井を引っ込め杉山にスイッチ。しかし杉山もホールにヒットを許し、ノーアウト満塁とされた後、島田にあっさり犠牲フライを許し1点を返されます。続く山下、微妙な捕球でしたがワンバウンド、二塁フォースアウト。さらに二塁ベースに戻った樋口もタッチアウトでダブルプレー。西武はこの後杉山から新谷へと石橋を叩いて渡る投手リレーを見せ、12対3でロッテを下し首位を守りました。ロッテ打線と大暴れです。西武はその後も辻の猛打賞となるタイムリーなどでロッテを圧倒。占領役者が揃い組みの西武、がっちり首位を守りました。復投を宣言しました。V 戦線生き残りをかけて、とにかく今を大切にしたいホークスは2回、核に強いライナーが右中間スタンドへ、大きな19号先制ツーラン。これでリズムを崩した核、なお1、2塁とピンチが続きますが、ここは清原が気迫のプレー、核は助かった。一方ホークス若田目も気迫では負けていません。3回まで毎回ランナーを出すものの、勝負どころは気持ちをボールにしっかり乗せてナイスピッチング。しかし5回、自らの牽制悪送球でノーアウト3塁のピンチを作ります。ここで一気に畳みかけるのが王者西武なんですが、結局この回は中途半端なショートゴロで1点を返しただけ。ゲームの山場は7回に訪れました。トラックスラー秋山のヒット、ライマーデッドボールでホークス2アウト満塁。バッターは吉永、マウンドは2人目の杉山。低いライナー、これが右中間を抜けます。走者一掃のタイムリースリーベースで3点を追加。8回にも2点をもらった若田部は最後まで気迫いっぱい、ライオンズをヒット5本に抑え2ヶ月ぶりの完投。ホークス、おー、ワンダフル。